ステロイドユーザーが完全に駆逐されます。ダイエット始めた途端飲み会誘われがち。どうもこんにちは、ゆめです。はい、ということで、ヨネね、ダイエット始めて約2週間ぐらい経ったかな。で、まあ体重もね、100キロぐらいから始めて今98キロ台入って、まあ2キロ弱ぐらい落ちましたね。まあダイエット初期はね、こう水分量が一気にこう減るので、体内のね、まあストーンとこう体重は落ちるんですけど、まあ見た目はあんまり変わらず、はい、まあまあ気長にやっていきたいと思います。まあ4月中にね、あと2キロぐらい、だからまあ96キロ台ぐらいに入ればいいかなと、はい、思ってます。はい、脂肪が燃える、脂肪がなくなるのってね、もう時間がかかるんですよ。ほんとまあ月に2キロ脂肪が減ればいい方じゃないかな、ほんと。だから月に5キロ10キロとかさ、もうダイエットする人いるんだけど、それ大体ね、脂肪ではないと思うね。脂肪で落ちてるっていうよりは、まあ筋肉とか、まあ体内の水分量とかがほとんどかなと思います。はい、なんでね、まあダイエットはマラソンと一緒で、はい、コツ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 こう継続、はい、するのが、大切だと思います。はい、ヨネにね、たまに質問来るんですよ。はい、脂肪燃焼系サプリ使いますかって。うん、結構ね来るんだけど質問が。まあヨネの見解としては、大した効果がないと思ってるんで、使わないです。はい、一切使わないです。昔ね、試してた時期あるんですけど、まあ体感もなければ大して効果が得られないと、いろんなねこう文献とか読んで思ったので、使ってないです、一切。あのサプリご利用し系 YouTuber たちって、まあ脂肪燃焼系サプリとか推してるけど、まあそういう YouTuber 見たら、まあ情弱を餌に小銭稼いでんだなと思ってもらっていいと思います。基本的にもう大した効果ないっす。はい、まあサプリメントも全般に言えますね。 EAA もそうだし、脂肪燃焼系サプリもそうだし、まあそういう、サプリをねご利用しするような YouTuber いたら、はい、気をつけてください。だいたい思ってもらって大丈夫だと思います。はい、最近買った人とかね、気をつけてください。はい、うんこだな。まあ、ダイエットは、はい、カロリー、摂取カロリーと消費カロリーですね。はい、それとまあタンパク質の量、これだけ気にしてれば OK です、一般の人は。うん、ボディービルでこうトップに行きたいとかさ、フィジークで IFBB プロになりたいみたいな人はもっと細部にねこだわるべきだと思うんですけど、もう一般的なダイエット、なんか海でね、こうちょっといい体で海行きたいとかプール行きたいみたいな、夏に向けてちょっとダイエットしたいみたいな、いう人はカロリーとタンパク質量だけ気をつけて、あとはもう筋トレ、ゴリッゴリにやってください。はい、もう筋トレが一番大事だと思います。体を変える上でね。うん。サプリはいらないっす。はい、一般の方は不要だと思います。はい。ヨネがね、前紹介した筋肉食堂のああいう弁当、あれ買ってください。はい。あれの100倍効果あるから。まああとはダイエットはやっぱ気合じゃない？やっぱ気合が一番大事だと思うよ。結局メンタル、続けるやめないメンタルが一番大事なんじゃないかなと、はい、思います。はい、ダイエット小話はこの辺にしといて、はい、本題入ってきたと思います。よろしく頼む。まあサムネタイトルにもあると思うんですけど、最近こう JBBF のなんかホームページで文章が出てて、まあ今まではこう JADA っていうね、日本のこうアンチドーピング機構が、まあ JBBF っていう団体のドーピング検査を実施していたんですけど、それがね結局ボディービルのもうすごい上位の大会、日本選手権とか日本クラス別とか大きい大会でしか検査って行われてなかったんですよ。なんでまあ地方大会とか、まああとフィジーク系ですよね、フィジークの大会とかは検査ほぼ皆無だったと思います、去年までね。なんですが、JBBF がとうとう独自の、団体独自の簡易ドーピング検査を導入すると発表しました。すごいね。こんなことあります？今までのその JBBF の歴史動いたね、完全にね。これちょっとヨネ関与してない？こんな感じ。ちょっと去年いろいろあったじゃん。JBBF のさ、あの東京連盟の理事の人いたでしょ。あの人がまあステパやってる疑惑が出てさ、その人が指導してた選手が結局、まあそういうドラッグを使っていて、禁止薬物を使っていて、まあ陽性反応が出てさ、まあ処分が下されて、で近藤も自分で処分してくださいみたいな。
申し出を出て、まあ謹慎っすよね、はい、謹慎処分にまあ近藤もなったと、あの一連の出来事があったと思うんですけど、はい、あれきっかけでおそらく JBBF もこのままじゃダメだと、まさか JBBF の内部にそういう人間がいて、まあいわゆるもう忖度団体にねなりかねないような事態、うん、JBBF の品位とか価値が落ちるような事態になったんで、JBBF もね動きましたね、うん、簡易検査、まあどのぐらいのね検査数が実施されるのかとか、まあちょっとよくわかんないんですけど、まあ今まではねそういう日本大会レベルの、大会でしか検査が行われてなかったけど、まあ地方大会とかそういうオープン大会みたいなところでも簡易検査が実施されるような未来が見えてきて非常に素晴らしいですね。うん、めちゃくちゃいいと思います。本当に JBBF はやっぱりナチュラルでね、やっぱみんな争ってこう正々堂々スポーツとしてねやっぱり発展していってほしいなっていう僕の気持ちがあるんで、素晴らしい決定だなと思います。はい、去年その中島選手の問題があってさ、結局東京選手権とかあの日本クラス別優勝してね、で東京選手権に関してはね検査がなかったから結局その優勝したっていうまあ称号だよねは剥奪されてないんだよ。うんこだな。だから去年はもう中島選手が優勝で終わってんだよね、ユーザーなのに。これひどいよ、本当に本当にひどい。もう公平もクソもないよでなんか今年はねキナさんっているじゃん、米があのパーソナル受けたキナさんが去年中島選手が優勝したまあ男性バージョンミスター東京になったんで、今年のね東京ノービス米も見に行くんですけどのゲストポーズを、はい、やるんですよ。ただ中島選手は多分ねやんないね、だからまあまた別の人2位の人なのか分かんないけど、まあそこはちゃんとね JBBF もゲストポーズにはまあ呼ばなかったっていう感じですね。 JBBF の理事の人がステッパーやってて、でその指導してた選手がねドーピング検査で引っかかっちゃうような団体はねやっぱり良くないよ。やっぱ JBBF 団体大会のね価値がね薄れちゃうよね、そんなのがあると。そういう事態をね放置してたらね、だから今回の決定はすごいいいと思うね。ダメなところは受け入れて、うん、改善していくっていう団体の姿勢が現れてて、うん、せっかくね木澤さんとか相澤選手とかさ、まあ他にもね日本のトップ選手いっぱいいると思うんだけど、ナチュラルのねそういう選手の価値が高まってきたのにもかかわらず、そういうねふざけたことする野郎たちがいるから JBBF の価値がちょっとこう疑われるようになって非常にね残念だったんですが、今回の決定は非常にいいと思いましたね。ほんとひどいよね。JBBF の理事がね、自分が指導してるユーザーの選手にさ、いや、この大会検査ないから、この大会出ようみたいなさ、言ってたら、マジでもう終わってるでしょ。こだな。マジ忖度団体やん。マジでクソじゃね、うん、FWJ より終わってると思うよ、マジで。うん、JBBF にユーザーが出るとかさ、うん、ありえないよね。JB に出てるユーザー、まあ、まだいると思うんだけどさ、少なからず。どういう神経してんの？マジで。それで勝って何が楽しいの？マラソン大会にロードバイク乗って出場して、勝ってドヤ顔すんのが嬉しいの？マジで謎なんだけど、うん、胸に手当てて考えてみ、うん、クソダサいぞやってること。手当てなくてもわかるわ。女の子と喧嘩してね、俺の方が強いとか言ってどやってる男と変わんねえぞ、うん、やってること同じぐらいダサいぞ、救えないダサさしてるぞマジで。本当にユーザーは FWJ 行けって、同じ土俵で戦えるからそっち行けよ、まあ、ということでね、ちょっとそのホームページに載せてあった画像をちょっと見ていきたいと、はい、思います。よろしく頼む。 JBBF 登録選手各位っていう、うん、協力のお願い、簡易ドーピング検査仮導入のためのデータ収集について、うん、らしいね。まあ、まだこうデータを集めて、まあ、この簡易検査が本当に、まあ、正しく検査できるのか、まだ実験する段階ってことだね。この実験がまあうまくいけば、まあ、今後ね JBBF の大会で、まあ、いろんなところで今までよりもたくさんドーピング検査が行われるらしいですね。で今回のその簡易ドーピング検査の特徴は2点あると。検査方法が従来のドーピング検査に比べて簡易であることで、2、 JADA が指定する禁止薬物の中から当連盟が筋肉増強を主目的としたものを選定することで従来のドーピング検査に比べコストを下げ簡易に多くの大会で実施可能になること。なるほどね。 JADA が指定する禁止薬物の中から筋肉増強を、まあ、主に目的としたものを、まあ、選定するんだね。JADA がやるドーピング検査よりは多分まあ検出される物質は少ないんだろうね。
少ないっぽいですね。今回のドーピング検査正式導入に先立ち、まあいろんな選手のデータを集めると、首の後ろの汗を拭い皮脂から検出される物質のデータを集めて、体にある成分、ホルモンなどの平均値を取ることで検査で判定する基準を作ります。汗なんだ、汗検査なんだ、尿検査ならぬ汗検査ね。あー、すごいね、面白いね。なんかヨネがね、最近こうドーピング検査やりますとか言ってさ、嘘発見器でやったけどさ、嘘発見器いいんじゃない？ JB どうすか導入人生は苦痛ですか。汗検査、尿検査、嘘発見器、血液、いいじゃん。この4つでいけば4本柱いいやん。嘘発見器結構精度高いと思うけどね、俺ね。前やったけど。つかけんとまあこの間コラボして、その時も嘘発見器使ってまあいろいろやったんでね。まあその動画もぜひお楽しみにしてもらえばなと思います。はい。まあということでね、本当にヨネはね、半年間いろいろ活動してきて、またね、この業界のまあルールがちょっと変わって非常に嬉しいっす。嬉しい限りです。今後も、まあなんかボディービル、フィジークが、まあボディメイク競技がね、公平公正なスポーツ競技として、まあ楽しんでいけるような、ナチュラルスポーツとして発展していくような、発信をね、ヨネが YouTube でやっていきたいと思ってますので、はい。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。本当ヨネはね、公平なルールのもとでね、ボディメイクを楽しみたいだけなんよ。もうそれだけ。ズルして勝とうとする奴が嫌いなだけ。そういう奴らを排除したいだけ。もうただそれだけなんよ。本当にナチュラルはナチュラルだけ。ユーザーはユーザー同士で戦う。もうこれだけ。これだけ頼むわ。頼まぁ。ということで、はい。本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画がね、いいと思ったらぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね！僕らが